綿 100% の素材は生地を十分蒸らすことがポイントです。パワーショットを効果的に使って生地を蒸らし、繊維を柔らかくしましょう。蒸すことで生地が整いやすくなりますし、静電気が起きにくくなるので、アイロンじわの失敗も少なくなります。ハンカチをアイロンかけするときは、まず糸の方向を確認しましょう。横糸はご覧のように引っ張ると伸びます。逆に縦糸は引っ張っても伸びません。アイロンは伸びない縦糸の方向に沿ってかけていきましょう。縦糸の方向にハンカチを広げ、裏側にしてアイロン台にセットします。まずはスチームで生地を湿らせ、しっかりと繊維を柔らかくします。そして手アイロンで生地を整えます。アイロンは伸びない方向を1往復する間隔で半分ずつかけましょう。空いた手で生地を引っ張りながらかけていき、アイロンを持ち替えて戻ってくれば綺麗にかけられます。同じように残り半分もアイロンをかけましょう。そして縦糸同士の端をしっかり揃えて畳みましょう。最後に軽くアイロンを当てれば完成です。